おはようございます。5月19日午前9時36分、モーニングショットをお届けしたいと思います。えー、昨日でございますけれども、まあ、非常にあのドル円上値が重たいまま、えー、108円の83銭までインターバンクタッチをしております。えー、付けた後の戻りは109円の02までということで非常に上値が重たく、まあ今朝方も、えー、まあ、一旦。 108円の832というアースクがございまして、まあ、そこから今、8円の後半90台のです、ね、後半まで戻してきておりますまだ109円はついておりません、まあ、やはり上値がだいぶ重たいだろうなというイメージがありまして9円の1015の売りと昨日の夕方もコメントいたしましたが108円の80 えー、よっぽどユーロドルがぶち跳ねないと、108円の80以下はないんじゃないかというコメントを書いてみましたが、まあ、その通り、昨日の安値が83で止まっておりまして、この108の80以下の、えー、輸入の解凍、109円の1015アッパーの戻り売りとの、まあ、戦い、綱引きなのかなというふうなイメージがあります。まあ、どちららかかととえば跳ねたところを売りから入って、えーまあ、円の90台で ししししっかりりり買い戻しををしてておおくような、えー、売り回転のオペレーーションをイメージしております、えー、ただ本日もあのコメントも書きましたように、えー、本日、ちょっとあの自分の検診がございましてですね、えー、定期検診なんですけど、えー、もうこのモーニング入れたらもうこれで家を出る形で、えー、戻りが午後の2時ぐらいになろうかと思いますしたがいまして今日、売買方針は作っておりませんし、まあ、ほとんどトレードができないかなという気はしております。 ご質問いいいいいたただてておりまます。す、えー。これに回答していきたいと思います、えー、直近1週間でチャートを見ると下落傾向があるという米10年債リマールについて、えー、下落傾向にあると思いました、えー、頭脳明晰な社長の見解を教えてくださいということであと東京弁と言いますかね、私のしゃべりがなんか冷たく感じますということを書いていただいてしまいましたすみません、申し訳ございません。 えまずですねあのトレンドを見るんであれば、まずこれはあの3ヶ月、半年をやっぱりあの時間足ぐらいで見るのが一番いいだろうなというふうに思います、えー、明らかなその上昇波動が2021年、今年の4月に止まりまして、えー、目先は今、1.53、1.71の横ばいです、えー、したがってその下落傾向にあるということまではちょっと言えないだろうなってまだ横ばいだと思いますでただ、その横ばいでも下値が切り上がってきているので えー、流れから言って、あの例えば1.71を超えてくるような、もし動きがあれば、ですねこれはあのー、非常に、えー、またもう一回、上を狙いにいくだろうというふうに思います、まあ、直近はあのー、確かに、えー、パッと見で見ますと、ですねやはり、えー、少なくとも今は1.63と。 1.66ぐらいの間でのもみ合いなので、まあ、すぐに1.71トライするわけではないですけれども、えー、下値はそれなりにやっぱり、えーまあ、1.6%という、そのすごい硬い水準もありますので、えー、この流れの中で上に抜けていく可能性もあるかなと、そんなふうに考えております。えー、あとおもう一点 えー、世界的に経済が回復傾向にあり世界ではワクチンもだんだん接種率が上がっていく中円売りを経済的に、まあ、基本に、えー、はトレードしてきましたと、えー、しかし肝心の日本のコロナの状況が好転せず、えー、そろそろまたオリンピックの延期中止の議論が小池都知事あたりから始まり場合によっては与党にもその動きが出てもおかしくないと感じています発言する人物やそのトーンによっては 株安や為替の流れの変化につながると思っているのですがその時に強くなるのが1番がドル2番が円になるのでしょうか流れが変化してもマイナスにならないポジションの取り方を考えるのでご意見いただけたらと思います小林さんのご意見にいつも勉強させていただいてますよろしくお願いしますといただきました、えー、ま確かにですね、あのー、世界ではそのワクチンの接種率がこう上がってきて、まあ、イギリスもロックダウン をこう解除していく動き、ヨーロッパもそうですね、で、アメリカはあのどんどんとあの今、接種率をどんどん高めようと、その今、景品をちらつかせて、なかなか動かない人間にやろうとしていると、まあ、日本はやっとこれからといった状況の中では、やはり経済の格差から考えると、やはり、えー、ユーロが買われ、ドルが買われ、えー、円は売られるだろうという方向なのかなという気はしております。で オリンピックの延期中止の議論というのも、えーまあ、基本的にはあの流れから見ると、えー、円売りになるんだろうなという見方をしておりまして、えー、方向的には、ですね、やはりあの引きつけてドルを買う、えー、もしくは、えー、円を売るとで、円を売る場合にはその、対ポンドでもいいし、対ユーロでもいいだろうと。 いう気はしております、えー、なかなかそのユーロドルですと、今、流れは目先、あの上のストップ引っ掛けて、1.22超えて、ユーロドルが買われてますけれども、えー、ユーロとドルで考えたたに、常にじゃあドル売りなのかというと、そうでもなくて、えーまあ、ユーロ対ドルで考えればそうですけど、ドル円で言ったら、えー、どんどんとドル売り円買いではなくて、 えー、下がったところでドルを買う方向なのではないのかなというイメージは持っております、えー、これでお答えしたことになりましたでしょうかまたご質問等ございましたらぜひよろしくお願い申し上げます、えー日とえー、本日のモーニングショットこれで終了でございます、えー、本日もよろしくどうぞお願い申し上げます失礼いたします